初夏に出回る山形県産の黄色いさくらんぼ、合算錦のご紹介です。6月下旬頃に一瞬出回る大変希少なさくらんぼで、収穫も数回しかなく、まさに幻の黄色いさくらんぼなのです。私は2000年初頭よりご紹介していますが、まだまだ地元の山形県民でもご存じない方も多く、一般市場にはほとんど流通しません。特徴としましては、まずさくらんぼではありえない黄色い色、その年の天候等にもよりますが、もともと大粒になる品種で 2L サイズから 3L サイズが主力です。果肉が比較的柔らかめで、糖度は約16度前後です。特別出来の良い年なんかは糖度18度、20度を超す時もあります。見た目が黄色いので酸っぱそうなイメージがありますが、そこはさくらんぼです。甘くてジューシー、見事にいい意味で期待を裏切ってくれます。ここで一つ注意点があります。写真だけ見ると真っ黄色の状態ですが、もっと近くで寄ってみると透明がかった薄茶色に近い色なんです。スライド写真だとちょっと綺麗に写りすぎているので、ベッドの動画で色合いを詳しくご説明していきたいと思います。実際に食べて美味しいのは、果皮が薄い透明がかった薄茶色に近い黄色です。少し見劣りはしますが、一番糖度のりが良いのです。ですので腐敗しているわけでなく、完熟された状態なのです。逆にあまりに黄色すぎる合算錦は、見た目は良いのですが収穫が早く、熟していなく糖度は低いのです。さくらんぼ全ての品種に言えることですが、欠点は非常に日持ちがしないこと。旬になるのが初夏ということもあり、湿度も高く濡れやすい時期です。冷蔵庫で保管してなるべく早くお召し上がりください。幻の黄色いさくらんぼ、山形の合算錦、6月下旬頃から収穫開始です。